放送60年民謡で中がなびら。RBC アイラジオの長寿番組民謡で中がなびら、その放送開始60年を記念したコンサートが4月29日浦添市の国立劇場沖縄で行われました。60年は人間でいうと還暦、大きな節目を一緒に祝おうとたくさんのリスナーたちが集まりました。民謡で中がなびらは1963年2月4日に放送が開始されました。県民に絶大な人気のあったウチナー芝居の役者たちを起用し、ウチナー口でトークをする琉球民謡のリクエスト番組です。終戦からわずか18年、ラジオに続きテレビが県内でスタートしたばかりで、番組も県外からのものが多く、沖縄からの放送もアナウンサーによる共通語での番組がほとんどでした。民謡で中がなびらを放送中です。この番組スタートした時にはお国言葉で中がなびらという番組でございましたが、15年ぐらい前から民謡で中がなびらという形で現在放送しているわけですが、通算25年普段から耳なじみのあるウチナー口で気軽にハガキで民謡をリクエストできるとあって、瞬く間にお茶の間の人気番組となりました。まあ、酷暑猛暑の日がよ、秋山道の果て年始がこの時期、ないね、やちねうとうてんよ、とじみつむんどうの国内に、RBC アイラジオの脅威の番組初期の音源を募集しております。そうして迎えた60年、コンサートではこれまでの番組の歴史の中でリクエストをきっかけに生まれたヒット曲の数々が演奏されました。長年メインパーソナリティを務めた上原直彦さんは体調を考慮し音声だけの出演でした。僕らの放送を聞いて楽しんでいただければこれでも十二分だと思いますんでね、これからもよろしく、私の作り話ゆくしむににもお付き合いいただければありがたいと思います。トークコーナーではゆかりのある方々がこの番組を振り返るトークを繰り広げました。そのプラシプラジョーが春をジャーするその畑畑にあるわけじゃない、それがね、それぞれ民謡で中華なラビラ始まると、はい、この山中というか、春全体に民謡で中華なびらがなるんだよ。番組開始数ヶ月後から2020年に引退するまでおよそ57年間出演していた八木正男さん。太政地町を見せる方々、リスナーというの、この人たちのおかげですよ。うちのあぐちを大事にする島言葉、うちのあぐちなくしてはならんと、この長く続けた秘訣もその辺にあるんじゃないかな。先輩方のを聞いてまだまだ話してないことありますからね、まだ真似て学んで、いつかは次世代後輩たちにも受け渡す日が来るでしょう。この日は名作歌劇丘の一本松の有名なシーンが
前川主健さん、八木正夫さんによって特別に上演されました。普段はラジオで聞いてるもんで、生のサミンさんの歌聞いてもう最高でしたね。もうずっと100年も200年も続いてほしいね。三線習ってて、でそれで面白いなと思って、とても楽しかったです。とてもなんかいいですね。今日もとってもなんかウキウキワクワクしていいのもちょっと家事しながらスマホでずっともう YouTube でずっと聞いてます。内縄口の勉強になるっていうのかな、私が知らなかった言葉がいっぱい出てくるもんですから毎日聞いてました。私何かしながら車の中から時間になったらとにかくラジオつける、そういう感じですね。生活とともにですよ。生活に密着した沖縄の伝統文化である内縄口と琉球民謡、その文化を末永く継承していけるように、民謡で中うがなびらはさらなる長寿番組を目指します。